確かにそうだね。あ、あとこれがオリジナルグッズでございます。その前にツイッターとかにショールームしてるっていう。お誕生日ショールームをしてますって言った。首痒いよめっちゃ。楽しかったですか私の。皆さんありがとうございます。たくさんお祝いしていただいて。なんか12時になった時にみんながなんかめっちゃ一斉にねツイートしてくれたり、なんかトップが変えてくれたりしてたのがすごく私は嬉しかったです。何時まで、1時間ほどやろうかなと思っています。インスタグラムにも載せる。よくしゃみ。なあ出なかった。楽しかった。嬉しい。ありがとうございます。あの何ストーリーの最近気になってます。だって嬉しい。ありがとう。星の量すごい。待ってもう一回。ルームしてます。いけ。トートバッグを予約してありがとうございます。かわいい。ありがとうございます。ずっと気にしてます。ありがとう。が誕生会は見れなかった。見れなかったか。そっかそっか。仕方ないね。中華がありがとう。本当に美人さんありがとうございます。20歳になって何か変わった。特に何も変わってないかな。でもなんか自分の気持ち的になんか二十歳だなって感じするな意外と。どんどん大人の時代になって。ありがとうございます。月曜の公演行きます。楽しみにしてます。もうお酒飲めるんやね。確かに二十歳だから飲めるんだけど、別になんか一人で飲みたいって思わないかな。からなんか、誰かとご飯行った時になんかその人が飲むなら飲むみたいな感じかな。多分分からんけどな。私の予定的にはそんな感じです。本当に可愛い。このトートバッグ見てめっちゃ可愛くない？どうですかこれ。先生つけるなら明日直接そう。明日直接おめでとう言いに行く。ありがとうございます。最近飲みは飲みなはれ。いやでもなんかお母さんと飲むからお母さんと飲みたい。お母さんと飲みたいなって感じで。メンズ持ち歩き。持ち歩けるやろ全然。豚まん食べてる。
先はほどほどにしてください。だね。ひなたは豆美ちゃん、ひなたお母さんかな、ずっと。ひなた、なんかめっちゃ可愛い子。ひなたって平成10年12月まで、うん、平成12年12月。マーキュリーは、マーキュリーだよ、マーキュリーあるの。すごい寂しそう。またはあげるるる、ありがとう。赤い風呂敷、赤い風呂敷包み食べてるんじゃなくて、あ、違う、イラストは友達に描いてもらいました。意外とひなたちゃん遅く強そう。でもなんか強いと思う。別にひなたの賭け弱い人おらんしたら分からんけど、分かんないけどね。配信後にトートバッグ予約する、ありがとうございます。とりあえずハウステンボスまで人生頑張る。うわ、ひなたも頑張る。おめでとう、ありがとう。愛知のメッセージ、うん、愛知嬉しかった、ありがとうね、愛知。うん、お両親はお酒強い、お母さんも強い。うん、改めてお誕生日めありがとうございます。来週マリンメッセ行こう、イエーイ。今日もありがとう。コロナなかったら6月9日に会ってた。ごめんな、大変だよね。マリンメッセもハウステンボスもそれな。ニュースおめでとう、ありがとうございます。明日直接会するね。明日何がある？明日か、公演か。明日ハッピーバースデーのうちを持っていく、ありがとうございます。間に合った、よかったよかった。来年成人式、そう、次が成人式、祝い成人。むっちゃんやど、見送り話せるの。いや、多分ファンのことはね、多分喋れないと思います。最近友達とひなたの TikTok とインスタ見てずっと可愛い可愛いって。マジ嬉しい、ありがとう。おもちゃだんだん素敵な女性になっていきますね。本当ですか。改めておめでとうございます。私も頑張りましょう、頑張りましょう。早く公園でひなたに会いたい。それな。明日と明後日のヘアアレンジ全く決めてないです。なんかしてほしいのある？振り袖は決まったよ。ひなたちゃんとの TikTok、 あ、確かに、ん、なんて言うて、スケベで描くしか、ほんまに。それはそう、それはいい作戦。カンプレ悩みになるの気持ち楽しみ。何かな。松本ひなたちゃん素敵な人生を過ごしてください、ありがとう。来年48グループの成人式あるかな、あれば行きたい。48グループの成人式、どうなんかな。クマヘア、うわー、クマヘアか、悩むな。ここじゃいかんの？でもさ、ここやったら意味わからんか。
あ、タワー立ってる。のりたかさん、タワーありがとうございます。な、スパガでよく見るよな、わかる。サザエさん、あ、確かに。ありがとう。ポニーテールもいいかも。あ、なんかラブレターいっぱい届いた。ラブユー、フォー、ラブユー、ラブユー。ありがとう、クマ。ありがくまお馬さんの尻尾もお馬さん、あ、ポニーテール。アイクからメール来たよ、おめでとうって。ラブユー、ニュースおめでとうしき、ありがとうございます。ひなたちゃんのお祝いストーリーのせたら友達が可愛いって言ってくれて嬉しかった、ありがとう。動画作ってくれてありがとう、嬉しかったよ。今日のメイク大人、嘘、口の色かな。ひなたちゃんのお姉ちゃんにもらったリップつけてます。ドラコイ、ドラコイ、今回の見てないな、ドラコ見てないな、前見てたけど。ていうかチョーク外すわ、もういい加減。タワーとクマタワーと違い、いや、もう気持ちで十分です。どちらでも大丈夫ですよ。いただけることだけでありがたいので。かわいいよね、おいちゃん。にゃにゃにゃ、パワーが立った。しろじゅんさん、ありがとう。ポンポンポン。首細い、嘘。今日向本人不在の誕生日会してる。え、嬉しい。ありがとう。あー、ゆうきめがすべて6話まで進んだよ。なんか展開がすごい。 Can you speak English? ひなたちゃんお誕生日おめでとう、素敵な1年にしようね、しようね。来月福岡から遊んでこられてんな、え、あるといいね。それは改めて先生、おめでとう、ありがとうございます。HKT の新番組、あね、楽しみだね。ひなたもあんなサスペンスって思わなかったけど、ひろなが言ったからめっちゃ面白かった。インスタのクリスマスの動画めっちゃ良かった。え、嬉しい、ありがとう。急な英語に触れてしまって、拾っちゃった英語。はい、みんなじゃあ乾杯するよ。片手にグラスをお持ちください。私はお持ちの、ソーリーソーリー、今来ました、遅刻してごめん。いいんだよ、いいんだよ、いいんだよ。では今日という日にお母様に感謝の気持ちを捧げて、生まれてきてくれてありがとう。ひなたちゃん二十歳おめでとう。乾杯。
え、待って、え、びっくりした今、めっちゃタワー来た、え、やば、え、いいのにそんな、嬉しいけどな、博多のサルパパさん、タワー10連ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとう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 ございます。やば、オルフェスの撮影はすごい楽しかったですよ。東京で見れるか楽しみ。皆さん日向のこと東京で見つけてくださいね。ストーブないねん。ストーブめっちゃ欲しい。サルパパさんすげえ。天神丼楽しみね、楽しみだね。嬉しい。マジで楽しみ。エアコンつけてないよ。新宿に乗るの？東京のどこかわかんない。でも都心って。ちょっと暖房つけていいですか？アイクに続き京橋でも5日目で、え、アイクはそこ乗ったん？え、そこも乗ったん？それは知らんかった。新宿池袋横浜大宮です。あ、そうなんや。え、なんか渋谷とかもじゃなかったっけ？報告2月、多分2月とかだと思います。ひなた、こんばんは、お誕生日おめでとう。ありがとうございます。ありがとう、嬉しい。東京で広告絶対見つける。ありがとう。アイカ浜、え、そうなんや。コロナ予防しっかりお願いします。間違いなく。ひなた、昨日お誕生日おめでとう。ありがとうございます。お誕生日お疲れ様、ありがとう。鼻筋綺麗ね、ありがとう。13くらいなら勝手にポスター貼っても大丈夫よ。ジュースを20歳おめでとう、ありがとう。改めてお誕生日おめでとうございます、ありがとうございます。初詣行くの？初詣多分行くよね。福岡コロナ警報出てた、出てピエンよ。何コロナ警報って具体的にどんなの？ヘザちゃん七色公園ダンスが本当にうまくなったと思う。ありがとうございます。ハッピーバースデー。お出かけの最終回でひなたちゃんが見つかるめちゃめちゃ美人美少女がいる。え、嬉しい。今日のメイクも好き。嬉しい。リアル社会人だね。おめでとう、ありがとうございます。感染者増えてきてくるね、怖いね。戸田さんって誰？あ、ひなたが英語読み間違えたやつ。ピンクチーム見に行きたいな。瀬戸一番好き。え、嬉しい。20歳お誕生日のお祝いできて嬉しいって、ありがとう。誕生日おめでとうございます、ありがとうございます。ハウステンボスを出かけてバンジージャンプ、そのとこ、それでバンジージャンプ飛んだとこ、蘇るあの頃の記憶が。
赤誕生会サインとメッセージ入りの生写真楽しみにしてるよ。もう心を込めて私が精一杯書かせていただきたいと思います。7号館の背景回してますよな。あれそうだっけ、7号館の背景どんなんだっけ。今とあーそうだよ、19のマリンメッセ開催されて、え開催されへんとかあんの、コロナ警報出たからってことされるでしょう多分。まさかのハウステンボって嬉しくて仕事場でない叫んでて、かわいいかわいいかわいい、髪の毛見つけありがとうございます。寒かったので大喜利書いてるので、おお。ひなたの2016年のサイン出てきてひっくり返ってる、それはひっくり返る。最近ひなたの影響とバスケ熱が復活した、おーいいね。風車のやつ、そう風車のやつ、翔くんありがとう、寒いね、寒いしか言ってなくてちょっと申し訳ない。ハウステンボス行ったことあるあるよ、収録で行きました、お出かけの。プライベートでは行ったことない、うん、一回も行ったことない。イベント以来のタワー祭り、いや、ひなたひなたね、イベントの時タワーなかったんですよ。タワー投げれなかった、投げれなかったっていうか普通にアイテムの加算されなかったから、クマはいけたけどタワーは無理でしたよ。ひなたイベント、誕生日おめでとうです、ありがとうです。元気ですか最近、号泣したハウスでもね、昨日は肉美味しいもの食べた、美味しいもの、美味しいもの食べたっけ、あ、でもショートケーキ食べたな。ハウステンボス光の王国ってイレミすごいめっちゃ、行きたかったから嬉しいな。わしひなたのこと本当に大好きなの、かわいい、集会行きたい、ありがとう、来てほしいよ。ハウステンボスは何回か行ったことある、マジ。ロックオールしに、メガボーが来た、ちなみに期間限定で1本10万円のタブロ、何じゃそりゃ、やば。成人式までに痩せる、頑張る、ひなたの東京にする、いけるよ、余裕余裕よ、ひなたの頑張って痩せるね。ひなたのバスケのプレイ動画とかもっと見たいです。いやひなたもさバスケしたいし、その自分がしてる姿を見せたいけど、やっぱなかなかさ、何バスケする機会とかもないし、なかなかバスケする機会もないし、なんかあったとしてもなんかボウリング場とかの道だからね。けん玉動画来年こそみたい、おー、まあ、けん玉持ってた気がする、ひなた10連に、まあ、やめて、大阪で生まれた女や世界、女や世界、こんばんは、ひなたさん、ありがとうございます。
来た。かなこっちさん、ありがとう。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 愛ちゃんとバスケ対決する動画見て、あ、したい。10万円のタワーめちゃくちゃでかいです。それはでかいでしょ。あ、形、大きさってこと。そうなんや。なんかライジングとかコラボレブね。スパが好きな友達がいて、実はそのバイクちゃんも知って、ひなたちゃんも、嬉しい。ひなたちゃん TikTok コメントします、ありがとうございます。体育館なら1000円で借りれる。1時間とか1000円。いやでもなんか体育館借りるって言ったら、その福岡に一緒にバスケできる人がおらん、やっぱ経験者がおらん、友達に。あと普通に試合して遊び出ていいけど。お酒誰とも飲んで、お母さん、あとはまずないかなって。赤ちゃんとバスケしてたよね。うん、した。今大阪なんだよね。そうなんや。ひなたのシグナル見せ入ってな。今日はありがとね。ハールさん、ありがとう。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 バスケのポジションはセンターでした。ねねちゃん連れて行けばそれなりに動けそう。確かに、確かに、それそう。リバウンドうまかったな。取るリバウンド取るのうまいって何って感じやけど、大事よ。誕生会のクイズ天才だった。もう嬉しい。これ僕も大阪です。おお、一緒だね。バスケの研究者エミリーさん、元々エミリーさんとかかな。ありがとう。大阪で何してるんですか。あ、誕生日ケーキ。おいしい。あ、またタワー来たよ。金こっちさん、タワーありがとうございます。ありがとう。ありがとう。ありがとう。大阪で仕事中か。最近通勤でトイス聞きまくって、トイス大好き。トイスマジ大好き。待ち焦がれてる耳がトゥ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 。今の時期って劇場の外寒い、寒いやろ。寒い寒い。食べることかわいい。食べる日やとか、あ、バスケットボールは奪い合いが怖い。まあ確かにな、怖いね。お誕生日ありがとうございます。急遽大阪来てるの。急遽なんや。年末こそ忘年会 in 大阪で何かやる。年末こそ。どういうこと。ひな、年末大阪帰れないよ。 PM 年始は帰る。ユニバでポケモン GO しよっかな。ユニバでポケモン GO、 クラブなし気持ちかわいいね。冬はお久しぶり。
え、でもコメントとかくれてるくない？早く劇場来てひなだね、会いたい。たこ焼き食おうぜ。僕はドリブルできない。あ、でもひなだもドリブル好きじゃない、基本やけど。2月の初めにひなちゃんの家で大阪で見返してたから会えてない、してから会えてない、あー寂しいね。それはお金みたいに白ご飯食べる。え、食べてた普通に大阪の時は。ハウステンボス入ってからしゃあないで、うん、しゃあない、ポケモンの映画の映画25日公開。どういうこと？この間ひなと久々話したけど緊張した。え、かわいい、かわいかったよ、かわいかったよ。 YouTube で見たトランポリンダンス。あ、串カツ持ってズーム、あ、あの方ね、顔見せるのいいんだよ、ありがとね、いつも応援してくれて。ユウさん見た、ありがとう。久しぶりにピンク声でひなたちゃん見たけどめっちゃ、やめてやめてやめて。ポケモンここですね、ここですか、ほい。8月さん、ありがとうわ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 、ありがとうございます。この目来たご飯合いますか？合うよ、普通に。俺も いつも緊張する。え、この前話したね、そういえば娘でね。大丈夫、ありがとうございます。12月後半イベントたくさん出る。あ、確かになんか後半になってね、イベントがバーって来てた。感染病まだまだ健在してますね。ひなたのファン、ひなたのファンのこと好きだからに、あー、キスそう。炭水化物同士は合うんだ、合うんだよそれが。ひなたも誕生日2日前誕生日、おめでとう。9周年で久々ひなたにレッスンもらえて嬉しかった。ありがとうね、見つけたよ。ユニバの森はめっちゃ、わかる、めっちゃ楽しみ、ひなたマジで楽しみ。今年は一度もひなちゃんに出ないね。ひなたに会えないのも悲しいけどさ、なんかファンの人同士でさ会えないのも悲しいよね。なるちゃん、実は誕生日ありがとう。英語を勉強するのは、そうだね、勉強しないとね。俺も12月にしたんで、おめでとう。来年は通常のチーム公演、わかるよ、ひなたも手品したい。グラマラス、ひなた9月の誕生日やったけど TikTok サンタさんの可愛いのをしてくれてて嬉しくて、ありがとう。今年1回しか減ってない、悲しいね。フォートナイトはレベル多分まだ26とかしかない。ね、助かりそう。てか生誕2年分、どういうこと2年分って。あれよく分かんなかったんだけど、ひなたどういう意味なのあれって。ひなたにはとって理解ができなかったのさ。武田智香生誕祭の中止をはじめ、各メンバー生誕祭休止に伴いファンの皆さんと連絡を迷惑をしよう。今後の生誕祭が中止されていた武田智香の誕生日、来年の2月15日以降のメンバーより順序劇場公演の、
あ、もうそういうことか。もう今年センター祭終わってできないってことか。ひなたってことだよね。つらいね、それは。本当につらいな。だから21歳になる時じゃないとできないってことやね。来年は生誕祭あるらしい。普通になんていうん、今年から、今年からっていうか、モカの生誕祭、モカの誕生日から順序生誕祭が復活していくって感じだから、それ以降の人たちの誕生日は、なんかそれ以降の誕生日の人は、ね、もうできない。VV で写真撮るつもりだったのにコロナのばっかり。冷静に21歳って大人ない、間違いない。いやいや、ゆうさんの誕生日ありがとう。寒い。今日マジでグループの数値キロうるさい。来年こそ来るんですね、したいね。そろそろ福岡に向かうために家を出るよ。あ、明日の楽しみだね。ありがとうございます、嬉しい。片耳ヘッドホンリモキチさんありがとう。おお、ありがとう、ありがとう、ありがとう、タワーありがとうございます。本当にありがとうございます。握手会したすぎ、それな。今劇場公演しか間近で会えないの。そうだね、14日の公演ありがとうございます。今日もお祝いなら飲んでいい、飲んでいいですよ、飲んでいいですよ。タワーの風はね、ありがとうございます。皆さん改めてインスタで誕生日投稿してありがとう。バイトの合間に少しだけ飲みに来て誕生日見てありがとうございます。トートバッグめっちゃ可愛い、予約してありがとう。七色公園楽しんで頑張って、ありがとうございます。来週福岡めっちゃ寒い。あ、そうなんや、寒いや。最近やるべきになって嬉しい。そろそろで、あれもう1時間やるかなって感じかな。いつも元気、こちらこそいつも元気をもういただいて本当にありがとうございます。嬉しい限りでございます。今日
今日の赤誕生日か笑い疲れて眠い、分かる日なと思う。疲れた。明日何時やる日なと朝。うん。まだ来てない明日なんて。福岡ドームって結構遠いかもしれん。ひなた好きです、好きです。コメント欄温かくて涙、それな大好き。みんな生ケーキ食べてほしくて、食べたかった。チェキ出してるのにグー出し、あれね、やっちゃった。あれもまずやっちゃったよね。ああ、明日も朝が早いな。いやいやいや。明日も朝が早いね。でも朝が早いね。唐揚げ食べて、あ、ひなと食べてないね。なんかトイレ行ってたらみんな食べちゃった。ひなと綺麗な料理ありがとう。結婚してダメー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 。クリアメちゃんの真似。ひなちゃんってみんな人それな。今ショールーム見ながらお酒飲んでるって。おお、美味しいですか。食べとったよみんな唐揚げとか。ひなたの優しさは人を明るい気持ちにしてくれるんで、嬉しい、ありがとう。起きれる？うん、頑張るしかない。お、今日はお祝いできてよかった、ありがとう。嫌いになりますよ、怖いし。嬉しい。月曜以降はめちゃめちゃ寒いらしいで、いけるか、マジやば。ブオさんのやりとりめっちゃ面白かったね。ひなたはめっちゃ好きやった、あそこのやりとり。ひなた推しになってから先に飲んで、嘘やろ、飲んでいいよ、飲んでいいよ、飲んでいいよ、ごめんね。推しになりそうで、推しになってください。ひなたちゃん、みんなのひなたちゃんだから、ね、ありがとうございます。パパプニ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 。ブオさん会ったことある、会ったことあるよ。ブオさんが有名人になってる。今日のメイクなんか好き、嬉しい。でもね、変えてると唇の色だけやねん。嬉しい。ファンが増えて嬉しい、こちらも嬉しい。姉妹って本人らは似てないって言うけど、こっちからしたらめちゃくちゃ似てんだよ。うん、そうやろうね、多分。雪は降ってても僕の心はひなたのおかげでいつもポカポカだよ。いつもありがとう。あかんてやって、ひなたちゃんみたいな顔になれた、嬉しい、ありがとう。こんな顔でよければなりたいと思ってくれたと嬉しいです。今日今薄メイク、めっちゃ薄メイクって言われるけど、マジでいつもと変わんないよ。ね、早く会いたいね、ひなとも早く会いたい。アイからスマホの顔認証6って書いてる。そうできる。でもできる時とできひん時があんねんな。そう、できる日はめっちゃできる。なんなんやろか。彼女になってください。ダメ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 。
本当可愛い、ありがとう。ウエチってどうなったの？どうなったの？どうなったの？送りました。おめでとう。ありがとうございます。私にもう一回来て、来てほしい。見つけるその時は全力でレッスン送る。今日顔面大優秀すぎるんだよな。いつも優秀しないですか。ありがとう。テストだから応援してほしい。テスト頑張って。僕の断然お姉さん派です。お姉さん派というか他のアプリがなんとかいい女になったなぁ。だってそうなの。本当に誕生日という日はこんな可愛い日なと思うけど、お母さんとかにね感謝だね。なかなか同棲しないだよね。20分だったら誕生日を見ますね。なんでそんな可愛いの。ありがとう、嬉しい。1年前の動画見たら遅なかった。そう、1年前遅ない。いかん、そろそろ寝ないと。おやすみなさい。君たちはもう終わって、そろそろ終わってお風呂入って寝ないとね。今日はフォートナイトお休みだ。やらない、やらないよ。ありがとう。桃鉄面白いと。桃鉄買って誰か。無理しました。フォートナイト最近やってない。そう、ケーキ来た誕生日。あん、桃鉄はプレゼントっけ。なんかね、誰かね、なんかカセットめっちゃ届いとった。寝ないかな。スイッチのカセット届いとったよ。なんかあ、だからえ、カセットっていいんやと思った。改めて20歳の抱負を。20歳の抱負か。20歳の抱負は、カセットっていいねんで。本体はあかんけど届いとったもんだって。びっくりした。20歳の抱負はなんだろう。でもやっぱ10代じゃなくなるし、なんか10代と20代ってやっぱ全然違うと思うからさ、なんか周りからの見られ方も違うと思うし、なんかもっと充実していかなきゃかなっていうこともいっぱいあると思うから、その辺をもっとね充実していって、中身も外見はね、やっぱ年齢重ねていくつもりで、なんか大人っぽさもあるけど若さも欲しいなっていう感じやけど、なんやろ、なんか中身を大人にしていきたいし、なんかこう言葉だけやったらいくらでも言える。例えばさ、例えば言葉でさ、なんか何々したいっていうのもさ、すごい大事だと思うけどさ、なんか夢だけを語る人だけにはなりたくないなと思ってて、なんかでもなんか
なりたくないって思う気持ちをちゃんと行動に変えれていけたらいいなって思 う, こう具体的に行動していける人になりたいなって思う。こういうことがしたいとか、こういう人になりたいっていう目標を作って、じゃあそうするためにはまずこれをしないといけないっていうのをこう段階に分けて、こうちゃんとこう踏んでいけるような人になっていけたらいいなって思います。そう、こんな感じかな。なんかでもね、楽しいことは楽しんで今までと変わらない通りでいけたらいいなって思います。まあ当たり前のことしかやってないんですけどね、ひなたちゃん。当たり前ができなくできないのがいっぱいだからさ、ひなたもその当たり前ができないような人になりたくないって思うから頑張る。でも口ではさ、やっぱいくらでも言えちゃうやん、なんでもさ。もうその時間来た。ひーしぇ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 シカシカシシシシカシカシシシカ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 。明日の恋の MC 楽しみ。あー、 MC 頑張るね。じゃあ壇上読んでいけますね、こんなところで。それでは聞いてください。遠くにいてもトゥントゥントゥン、トゥルルン、トゥルルン、トゥントゥン、トゥトゥン。あれ？一番どんなんやっけ？遠くにでも笑わずぐらい同じずっと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 星も誰だって。やば、マジで歌詞忘れてる。遠くにいても空は続いてる、同じ時代を生きているんだ。じゃない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 。続いてる同じ時間を歩んでいく、もしももしも目と目が、もしももしも涙が、違う、やば、マジでやばいわ、やばいわ。ちょっと遠くにいても調べよう。いきます。あ、春めいたそよ風の中で、やばっ。遠くにいても空は続いてる、生まれた街とつながってる、生まれた街とつながってる、雲と心はいつでも自由に行ったり来たり、遠くにいても空は続いてる、同じ時間が流れている、今日は別れを告げても僕たちはそばにいる。いい歌。桜坂木漏れ日の中、ちゃう、絶対ちゃうねん。桜坂
桜坂、桜坂、桜坂、木漏れ日の中、時間通りにバスが、手忘れた桜坂、木漏れ日の中、時間通りにバスが来てくるよと手を差し出した。君が今眩しいのは、パプリカなっちゃった、あれ、君が皆さん出直してきます、やばいわ、パプリカ、忘れちゃいました、ごめんなさい、練習しておきます。ということで、あの壇上の方を読んでいきたいと思います。13位、サッシー推しの赤坊さん、ありがとうございます。12位、トシちゃん、ありがとうございます。11位、森蔵さん、ありがとうございます。10位、ダッシーさん、ありがとうございます。8位、大くん、ありがとうございます。7位、片耳ヘッドホンリモキチさん、ありがとうございます。6位、白じゅんさん、ありがとうございます。5位、8月さん、ありがとうございます。4位、のりたかさん、ひなたたん、ひなた推しさん、ありがとうございます。3位、かねこっちさん、ありがとうございます。2位、かおるさん、ありがとうございます。1位、かたのさるパパさん、ありがとうございます。パパさん、ありがとう、ありがとうございました。私が今してしまった失態は絶対にまとめないでください。こんな、あのやっぱチーム T2 もうね3年ぐらいやってきてる、手をつなぎながら公演の、遠くにいても歌詞は覚えてない、リズムもわからない、もうこれは本当に恥です、本当に。ね、やめようね、みんな、みんなに言うのやめようね、やめようね、やめようね。ってことで、え、翔くん飛ばされた？ごめん。9位、翔くん、ありがとうございます。ごめんね。じゃあね、みんな振りじゃないからね。スクショタイムいいよ、はい、いいよ、スクショタイム。感じでいいかな。あ、逆？じゃあね。チュチュチュ。チュ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